グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大変身。足元にはたくさんの雑草がふさふさ生えています。建物の脇の狭いところも草だらけになってしまいました。当初日当たりの良いお庭は芝生を植えていました。今では芝生よりも雑草が生えて草の庭になってしまいました。そして工事後です。敷地の周りはすべて雑草を抜きました。既存の砂利はきれいに洗って新しい砂利と合わせ防止層シートの上へ敷き直しています。デザインに合わせて市松柄になるよう色分けをして職人さんが貼ってくれます。車が乗る場所ではないので下地はモルタルを敷いて平板を乗せています。化粧平板の周りは縁取りで雰囲気のあったレンガを並べました。植木も2本植えてさらにくつろげる空間になりました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。